メラ、こんにちは、ぐちゃんです。ぐちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天又有一个非常开心非常开心非常开心的事情要跟大家分享，就是我跟文丹买房子了。これすごいことです。私たちはクレヨンしんちゃんの家と同じ35年ローンのヒヨシになりましたね。ヒヨシです。意外です。いや、今回ね、買った経緯とかを皆様にシェアしていきたいと思っていますので、順序よくね、話していこうと思います。もう本当めちゃくちゃ長かったので、すごい複雑で、今年に入ってからもう本当いろいろやりました。そう、毎週毎週打ち合わせでした。ようやく一段落落ち着いたので、もしマイホームを購入したい方がいれば、もし参考になればいいなと思うので、シェアさせていただきます。で、いこう。家を買いたいと思った理由です。首先就是今の賃貸物件には不満がある。最初この今住んでる部屋を見に来た時に、部屋はすごい広いという点が私と文旦がすごい素敵だなと思ったんですけど、実際に住んでみたらもう問題だらけです。びっくりしました。まずね、木造に関して、まあ本当に最初木造って言ってもあんまパッとしなかったんですよ。住んだこともなかったし、実際住んでみると、本当隣の人のね、声とかすごい聞こえてくるんですよ。隣の子家庭はなんか赤ちゃんがいるんですよ。それが全部丸聞こえです。でも私と文旦が正直にもう全然気にしないタイプなんですけど、でももしかして自分たちが話す声ももう向こうも全部聞こえるんじゃないかなの話をして、隣で赤ちゃんもいるので、もし私たちの喋る声で寝れなかったらもう良くないなと思って、ちょっとストレスを溜まったところがあります。そうだからね、夜いつも寝る前お互いにね話をしてから寝るんですけど、その声もね小さく小さくね話しないといけないなっていうのがすごいストレスでした。結構ルーちゃんの電話の声とかでかいんですよ。だからもうシュッシュッシュッよくやってました。あとね、揺れるんですよこの部屋。やばいです。これはね、かなりショックでした。尤其是如果有大一点的车子或者大卡车从外面经过的时候，整个房子都会晃耶，真的超夸张的。その家具が揺れる音とかがね、すごい怖くて、恐怖で、最初は本当の地震なんじゃないかってね。なんかもし本当の地震が来たらもう全部倒れるんじゃないかなぐらい怖いんですよ。本当にやっぱりね、それがずっと続くと考えるとすごい嫌でした。我们现在住的这个家是从车站走过来差不多是15分钟，但是我们那时候坐车来见学的时候是坐重建开的车，所以不知道说其实这个15分钟之内还包含了楼梯，整个这样加起来的长度就是我的脚程可能要花到20分钟。正直私の足でも疲れます朝。だからやっぱり駅近がいいなって思いました。那接下来就是我们两个决定不要租屋想要买房的原因。一番の面はやっぱり経済的に、政府の政策の補助金があって、所以文旦の会社も補助金が出るんですよ。でそれで全部合わせたら賃貸よりあまり変わらない、またはちょっと安くなるっていうのが発覚しました。本当ね、それは驚きで、あとね、先輩からもね話を聞いてて、もう実際に賃貸してるのもったいないよって言われたんですよね。変わらないんだったら買うかってなりましたね。あとね、うちの上司からね、いろいろ話聞いたんですけど、やっぱり、ね、安定したかった、結婚してるし、次のねステップにどん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 進んでいきたいと思ってますんで、その中でやっぱ家を買うって、やっぱその中の通過点なんですよね。家を買った後に子供を産んで、子供と一緒に暮らすっていうのがやっぱり自分の中での人生像中に入ってたんで、経済の面もなんか政府の補助金と文旦の会社の補助金もあったら、なんか視野に入れてもいいかなって2人で話しました。別に今妊娠してるわけじゃないんですけど、もし子供が生まれたらやっぱり今住んでるとこじゃないなと思ってるんです。こっちも子供生まれてギャー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 泣いてるところを隣の方に迷惑かけるのも良くないし、なんか揺れるのを子供がこれを普通だと思っても欲しくないし。いやね、子供夜寝てる時起きたらもうほんと遅刻だよ。本当にドゥンギャー最悪だよ。あとちょっと大人になっていって、治安ですね、もう駅の近くに飲み屋さんがいっぱいあったりとか、まあちょっとね、夜のお店が多かったりとか、それを考えると今の場所ではないのかなってちょっと思ったんですよね。そう、あとやっぱり緑の多い環境には育ちたいなっていうので、私と文旦は今年の入ってもう本当毎週末物件見てましたね。そう、なんかいろんなね土地を見に行ったりとか、駅近く行って、あ、こういう環境なんだっていうのをいろいろサーチしてましたね。経済の面もあるし、将来の面もあるし、やっぱりもう早めに賃貸やめて家買った方がいいかなと思って、なのでその道に切り替えました。で、アゴ決めのプロセス。私と文旦は結果としてマンションを買ったんですけど、買ったマ
でもう本当いろいろがあったので本当大変だったね。本当大変だった、ね、全てね思い通りにいかないんですよ。いかないんですよ。それを皆様にシェアしていきたいと思います。那我跟文丹开始决定要买房的时候，我们一开始还是最想要的是区公住宅。如果你拥有土地或是购买土地的话，可以自己设计自己的家长怎样，然后可以自己盖，这个叫做住文住宅。あの理由としては私の憧れです。小时候就看日本动漫啊，都是樱桃小丸子、蜡笔小新、哆啦 A 梦，还有库洛魔法使，就全部都是一件呀，就是很希望自己可以过小时候看的动漫的卡通人物的生活。まあ文丹はマンションでもいいと思ったんですけど。でも私がもう一軒家に対してのなんか憧れがもう強すぎてまあでも確かに漫画とかアニメで一軒家って多いね。うん、あともう騒音とか近所問題なしでは言えないんですけど、でもやっぱりマンションと比べてちょっとそういう問題が少ないんじゃないかなとか、私の方がなんかもっと自分たちの生活に合うんじゃないかなと思うので、最初はあの住門住宅一心で探しました。もう本当にマンションは一切考えてなくて、本当注文住宅だけをね考えてました。まああとね、注文住宅って自分の都市がある建物全部取り壊して人がいっぱい住めるような形で作って賃貸することもできますし、そこはねすごいメリットだなって思ってました。あとね、自分でね全てカスタマイズできるんですよね。例えば外壁の色だったりとか、あと材料、あと庭とか。大学で建築やってた時に結構自分であの住宅を描くことが多かったんですよ、設計で。その中で真ん中に庭がある家、うん、うん、あれすごい憧れてたの。昼とかはその真ん中に光が集まって、で子供と遊ぶ、プライバシー守られる、そういった住宅がすごいね憧れはありました。私と文旦がやったことが多すぎて、ちょっと私一気にポンって出ないからちょっとまとめました、はい、最初が数も簡単に相談しました、うん、もういろいろね資金計画とか、あと営業さんの紹介だったりとか、そういったね内容とか3時間ねしっかり話し込まれました。そう、ちょっと資料ここに置いてるんで、ちょっとみんなに見せるね。はい、那这张纸是我跟文丹去相谈的时候拿到的，其实他们真的介绍的非常非常的仔细，还蛮推荐大家一开始可以先去市某相谈一下的，因为真的可以得到很多自己不知道的知识。首先我们那一天去就是去那边相谈嘛，然后他们就会分两边，一个是你已经有土地，一个是你还没有土地的。那我跟文丹想要从土地开始找，所以就从这一条线过去。首先市某会问我们的要求，还有我们希望有怎么样的建商，再依照我们的要求列出建商推荐表。其实这个资料真的很多，但是就没有全部给大家看。但是最主要，他就是跟我们解说这一块。すごい簡単に相談して、その後モデルハウス見学行って、ハウスメーカー営業打ち合わせ、住宅展覧会を参加して、資金計算をしました。まあ、毎週末毎週末もう本当忙しくて、あとやっぱり飲み込む情報がいっぱいありすぎて、あの脳がパンパンです。その時間もね、結構ね、今思い返すと楽しかったなと思いますよ。そのモデルハウスとかいろいろ見学してすごいね参考になったし、夢が広がった感じがするかな。うん、面白かった。うん、接下来是我们遇到的挫折。東京の土地が思ったよりも高い。これは本当びっくりして、もう本当びっくりしました。あと本当都心じゃないところもなんか5000万いたりとか、めちゃくちゃ高かったんで、便利さとか駅地下とか、あと敷地面積とかも全部考えて、やっぱり予算内がないなと思いました。敷地面積がすごい広いなところがとってもいいなと思っても、入る時は道がめちゃくちゃ狭くて車が止めないんですよ。そう、これがもし子供がいたら、車で外遊びに行ったら帰ったらめっちゃ大変だなと思って、それで何十年もあったらと思ったらちょっと脱却したくないなっていうのもあって、やっぱり理想はその家の近くに駐車場があるってのが一番ベストだよね。結構ね、あの営業さんからあの土地のね情報とか結構メールが来るんですよ。もうほんと何十件何百件ぐらい、それをね毎日見てたんですけど、それでもなかなか見つからないな。まあでもやっぱり営業さんに聞いてよかったなって思うのは、やっぱネットに載ってない情報、各社で持ってる土地があるんですよ、うん、その土地の紹介してくれるっていうのはすごいねメリットかなと思いますよ。ちょっと予算上げようかと思ったんですが、でも自分たちの首を絞めるまでやることじゃないとやっぱり思いましたね。予算を一度上げるとどん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 上がっていくんですよ。本当ね、自分たちでもう手をつけられない状態までなったんですよ。そうです。それで一度冷静に考えてお互いにね話し合うことがねすごい重要だなと思いましたね。そして探してる途中も、あの友達から先輩からあのいろんな人からアドバイスもいただいて、やっぱりセキュリティ面もちょっと心配になりましたね。やっぱ一軒家だとできるセキュリティが結構限られてくるんですよ。それでいろいろちょっと自分たちに納得できるようなところがないから、私と文丹がタワーマンションも見始めました。一回その土地を探すのを諦めて、
タワーマンションに行きました。セキュリティはしっかりしてるから、うん、子供のことを考えて安心だなっていうのもすごい大きいし、やっぱり文旦がちょっとタワーマンションに憧れがあるんですタワーマンションってなんか駅地下ですごいなんかドーンって立ってるじゃないですか上から眺めるってどういう景色なんだろうなっていうのが結構正直興味があってあとタワーマンションのゴミ捨て時間が制限がない、それであのタワーマンションも視野に入れて、そこからあのまた注文住宅と全然違うので最初からまたやり直しました。マンションのメーカー の営業さんと打ち合わせして、また内覧会行って相談して、またモデルルームの見学もして資金計算も全部しました。営業さんが変わるときに、その注文住宅の営業さんがマンション部の方に連絡してくださって、そこから営業さんとつながれたっていうのはすごい便利だなって思いましたね。そしてタワーマンションを見てるうちに、一人の営業さんが私たちに、今普通のマンションも綺麗で、そういう敷地面積が大きなところもたくさんありますよってあのアドバイスしてくれて、いろいろ探しましょうかってその注文住宅の営業さんが言ってくれたんですよ。でその中で探してくださって、いろいろ資料送ってくださって、それ見てたらすごいピンとくるものがあったんですよ。見に行ったら一軒だけ恋をしましたもう一目惚れです。本当にいろんなモデルハウスとかモデルルームも見学したんですけど、なんかね、購入までに至らなくて綺麗だな止まりだったよね。そう、住みたいじゃなかったんですよ。そう、でもあの今買ってるうち その理想のルーム出会いましたよ。いやすごい。全部どうぞも知恵、周りの環境、自然があることと駅地下、駅地下なかなかないんですよ。今までね、駅地下の物件に住んだことがなくて、熊本は私歩いて35分かかるから本当熊本はやばかった、まあ、熊本はまあ、 あの車ありきのね生活だったんですけどでそれで子どもの成長には最適じゃないかなって、私の分担があの駅地下行って、保育園と幼稚園とかも全部確認して、駅の周りにあの飲み屋とか全くなくて、あとねパチンコもないんですよ。治安がすごくいいです。そう、治安がすごく良くて、あとね個人的に良かったのが、その近くに公園あるじゃん、うん、その公園で、しかも自然がいっぱいある公園なんですよ。子供と遊ぶのがすごいね楽しみなんですよね。なんか野球ね、そうキャッチボールしたいなと。ルーちゃんできないからやめて、できないあの一番いいのが予算内で収まりました。うん、そこ素晴らしかったね。土地とかはね実際買ってるわけじゃないんで、そこはねやっぱりマンションと注文住宅の違いはあるかなとは思ったんですけど、やっぱり自分の理想の部屋が見つかったっていうのはすごいメリットだなと思いました。嬉しかった。那关于我们房子影片呢，之后都还会再拍。那今天呢就先跟大家讲到这边。然后接下来是我们要跟大家分享我们两个在这一次的经验中觉得大家一定要注意一下会比较好的事情。で、一個、予算をちゃんと決める。重要。もう本当自分の最大限払えるのを予算にして、もうそれ以上絶対に上げない。今回一番思ったのが、やっぱり探してる途中で2人の将来像とか人生プランもどんどんなんかはっきり見えるようになって、やっぱその予算を組む段階でも本当子供何人でいくらかかります、あと老後資金いくら残しますっていうのを全て計算に入れた上での予算を組んだ方が絶対にいいと思います。で、あと希望条件をはっきりする。妥協していいところと絶対譲れないところを絶対ちゃんとしっかり決めた方がいいと思います。スーモカウンターの人にも、各メーカーの営業さんにもすごい言われたんですけど、自分たちが欲しい物件がみんな欲しいです。なので一番聞かれるのが、何が一番重視してますか。そこははっきりしないとなかなか見つからないと思います。で、最後、多費用を注意した方がいいです。いないんですこれは本当やばい。最初私と文旦が家買うのが土地代と物件代、引っ越し代、家具代だけと思ったんですよ。全然近くて、他になんか発生するもろもろ費用とか膨大な金額になります。これは本当ね落とし穴です。その予算組む時にその他費用をしっかり入れとくことが重要だと思います。簡単にまとめたんですけど、あの例えば火災保険、ローン保証料、オプション代、管理費用、駐車場代、飛行士代、固定資産税と登記費用、もう全部合わせてもう350万絶対超えると考えた方がいいと思います。そこはね物件の値段とか、あとオプション代とかにもよるとは思うんですけど、もう350万以上はもう確保しておいた方がいいと思ってます。結構びっくりしたのはローン組む時の保証金、あれちょっとびっくりした。本当あのね値段はびっくりして、無理やり首を絞めて買わなくてよかったと思った。でもしその時にちょっと首を絞めてやったら多分生活できないかなと思います。本当本当その他費用って本当バカになんなくて、そこはしっかり貯金と相談して購入した方がいいです。
本当にね、私たちが研究すべてしたわけじゃないんで、すべてを伝えられてるわけではないんですけど、本当はあくまで参考に皆さんにしてほしいなと思ってこの動画を撮りました。もし間違ってる部分があれば、もうぜひ下でコメントでもう全然教えてください、うん、私と文旦が多分来年もう新居に引っ越ししますね。今新居はまだ作ってる途中で、私と文旦がめちゃ見に行ってます。私一級施工管理技師を持っておりますので、そちらの目でね、しっかりと見てます。職人さんにとってはすごい嫌なやつよね。まあ、来年になって引っ越し終わって、またいろんな動画を皆様にシェアしたいと思います。好，那谢谢大家来看我们今天这一支影片。这个对我们来说真的是人生前进很大一步，然后也是非常大的消息。非常期待接下来生活，然后文当终于也变成广志了。いつも思うけど、ヒロシってすごい順調に進んでて。本当こっち働いてる身からするとすごいなって思ってるんですよね。ヒロシとミサエの生活はすごい憧れますね。那我们明年呢会再拍跟新家有关的影片跟大家分享。那我们就下次影片再见，谢谢大家。谢谢大家。拜拜。拜拜。ルームツアー来年楽しみにしてね。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。